ポケットモンスター青実況プレイ始めていきたいと思います。チーズ、皆さんこんにちは、チェチョです。それでは、今回はですね、花田ジムを飼ってきましたので、そういうことで、口場に向かいましょうか。どうすりゃいいんだったっけ。ここを抜けてロケット弾と戦って穴を掘るをもらえばいいはず。え、こら、人んちの匂い入んなよ。え、俺ただの通り姿だな。全然怪しくないよ。怪しい？怪しいね。君怪しいですよ、まったくよ。さあ、早速ね、トレーナーを通してもう口輪に行っちゃいましょう。で、前回はドラえもんがあんまり活躍できなくて、その一方で、しんちゃんがめちゃくちゃ活躍して花田ジムに勝ってきたわけだから、今はドラえもんの方がレベル低くてドラえもんを先頭に変えております。だがしかしスリープであるから、まあエスパータイプですからね。ここは虫タイプで攻めていきましょうか。ダブルニードル、このしんちゃんのダブルニードルマジ強くなった。あれだけ活躍できなかったしんちゃんがね、ここまで来ちゃいましたからね。ひょえーまいたもしないよ、見逃してくれ。わかった、盗んだマシマシも返すよ。で、これで穴を掘るもらえたんだよな。今と変わってなければだけどね。さて、まずは口場の方に向かえとしましょうか。ポケモンゲットだぜ。たとえ火の中、水の中、草の中、森の中、土の中、雲の中のこのスタートの中、なか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 大変だけど必ずゲットだぜ。ポケモンゲットだぜ。イエ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 イ。マサラタウンにさよならバイバイ、俺はこいつと旅に出る。ギターが技で勝ちまくり、仲間を増やして次の街へ。いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど、いつでもいつも本気で生きてるこいつたちがいる。じゃなくて、はい、口輪に到着しましたので、最初はね、サントアンヌ号のイベントをクリアしないとジムを突破できない、つまり入ることができません。なのでまずはサントアンヌ号から入りましょう。おっと、顔を向き合わせてくれませんね。ようこそサントアンヌ号へ。ちょっと待って、お客さん、チケットは？チケット見せましたが、そんなね、横からさって見せてんのかな。いつもとは違う船の BGM をお楽しみください。この船のお客は長旅を対決している。暇つぶしに戦いを挑んでくる人もいるかもしれん。そうですか。それでは勝っていきましょうかね。だがここの最後の方では上の方にライバルがいますからね。こいつを倒して、まあこのパートは終わりってことになるんじゃないですかね、時間的には。で、その次は、クチバジムのマチスに挑んでいくことになると思います。しかもいきなりガーディーか。ガーディーで思い出したけど、やはりこの2匹縛りではカツラかな、苦戦するのは。ただ、前回の霞の時のように、なんだろう、敵の謎行動があるようだったら、もしかしたら勝てる可能性はあるかもしれないですね。それに期待しましょう。ガーディーをクリアしてくる、またですか。さあ、もう一丁ガーディー倒していきましょう。熱そうなポケモンですね。失礼いたしました、熱盛と出てしまいました。熱盛さ
最近すごいトレンドですもんね。そのあつ森とかもそうですし、ぼーちゃんの助けてぼーとかもね、なんか謎のトレンディーさを発揮しておりますよね。あのぼーちゃんの動画って昔から結構あったみたいなのに、なぜか今頃になって再ブレイクを果たしたと言いますか。なんでこんなことになったんですかね。さてと、お姉さん違う、あれどこで休むことができるんだっけさあ忘れているぞ、さあ忘れているぞ、大丈夫かこれ、記憶が曖昧。わお、3人もいたぞ今の、やばくないっすかまあいる、おいおい、 Why Japanese people じゃなくて Which 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 じゃない、 Where my room、 Where my room、 おう、どこ、 My room どこ私の部屋がないね、休むことできないよ。船長、あ、そうだそうだ、その船長に会わないと嫌気色をもらうことができないんですよね。うえい、しかも船長じゃなくて、おい坊主、乗ってて船しないか、しないしないしない、なんもうクソ船長どこですか、船長さっさと見つけて終わっちまうのもありかもしれないな。ただここのトレーナーは一度きりだからな、なるべくならドラえもんと しんちゃんレベル上げに捧げておきたいところだが、船長をうかつに見つけないように気をつけないといけないな。やべえな、目のクラゲ、そういえば特防結構高いんだったな。あ、あぶねえ特防っていうかこの時は特殊だったから、特攻も特防も同じパラメータ扱いなんでしたよね。さてと、油断したなお前、どうすりゃいいのこれ、結局自分家に帰れと。おーっと、危ない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 、回復したい時は自分家に帰れということですか、わかりました、もうそういうことですか。ファイアレッドリフリーの時のようには行きませんね。あー、もう君もトレーナーかと思っちゃったよ、びっくりしたわ。よしと、マジで Where is my room? マジで Where is my room? 回復できるとこどこ、マジで見つからないで、本当にそういう状態っすわ、本当やばいよ、どうなってんのこれまさかさ、ファイアレッドとかリーフグリーンの時とは構成違うん、船、そういえばなんかなぜか知らないけど普通に外にも出れたからな、船の中のだけど、ファイアレッドリフリーの時ってそんな場所あったっけって思ったしな、てっきり最初そこ宝物庫とか料理とかそういうとこなのかと思ってたけど、全然そうじゃないし、普通に補船ってのか分かんないけど、 そっちの方まで出てしまったし、いやーもう何が何だかさすがはまあ一応の初プレイなだけのことはありますね。あー引っかかれる、なのでね、やっぱこれはねちょっとダメージ負荷でおったらやっぱり1回ごとに船出て回復しに行くしかなさそうですね。何度も言ってますようにこのシリーズあれできないですからね、トレーナーとの再戦ができないから、1回もらったお金はそれっきりになっちゃうから、まあそこで使ったらまあもう帰ってこないよってことなんだよね、実質ね、物とか売らない限りは。だから薬とかはまあ戦い、事務戦とか以外では極力使いたくないんですよね。で、それを防ぐためにはやっぱりダメージを防ぐ、もしくはちゃんとポケ戦を利用するなどしていかなきゃいけないっていうわけですね。いやーほんとこういうのは気をつけていかないといけないですね。ですがこの芝居の醍醐味でもあるんでね、まあしっかりと楽しんでいきましょう。おほほほほ、君はトレーナーじゃなかったか、よかったよかった。さあ、ジェントルマンもう一人。あ、違う。ありがとうございます。さてと、次は？あ、ここか。ここの方か、料理は。こっち、ガサゴソ、中はゴミばかり。そんなこと言いつつ、実は、みたいなことありますからね。ほらね、スーパーボール、宝ですよ。
シクシク。俺は毎日玉ねぎの皮剥きだ。シクシク。残念だったな。僕も玉ねぎを皮剥くとそういう感じで、シクシク、涙が出ちゃうんだよね。玉ねぎとか最近切ってないな。自炊も最近してないからな。そろそろ、なんか、たまには自分でちょっと料理してみたいっすね。たまには、ほんと、時間があるんだったら、自分で料理とかしたいな。料理自体はね、結構、嫌いじゃないというか、むしろ好きな方なんですけどね。学生の時は結構やってたんだけどな。今はちょっと時間がなくて、あんまりできない時が、ちょっと増えてしまいましたが、ほんとね、やってみたいな。やっぱりよりはいいよ。結構楽しいですよ。そんなこと言って僕だってそんなあれでは難しいものを作れるわけではないですけどね。あーどうしようね、本当に本当どうすかね。こう言ったらもうあれじゃね、ライバル戦じゃね。もうそれでもいい気がしてきたな。あー33だとさすがにあれだから、ここだけちょっと回復させて、まあそのままライバル戦に挑んじゃいますか。もうあとは裏で戦いますか。もうかなりトレーナー多いもん。めちゃくちゃ多くて。やばいやばいので、もう30分絶対超えるでしょって思うから、まあここはあっさりとライバルを倒しちゃいましょうか。じゃあ負けてもいいようにとりあえず一旦レポート書きます。で戦いましょう。ドゥルルルルン、ドゥルルルルルン、ボンジューチャーリー。おやおや、こんなとこで会うとは。チャーリー、招待されたっけ。それでポケモン図鑑のデータは集まったか。俺なんかもう40種類見つかめたぜ。道一本違うだけで取れるポケモンも違うぜ。ちゃんと草むら入って探してみろ。で、勝負に挑むっていうね。この、矛盾してるこの感じを。さあ、またもやね、自転車のポーズが変わりましたね。さあ、自転車の最初のポケモンはピジョン。しかし、レベルがほとんど変わっておりません。道端のトレーナーとほとんど一緒です。これは楽勝フラグでしかありません。さあ、電光石火。向こうが先制ですけどね。まあ、5レベルも、こっちが勝ってんだから。おお、しかも混乱。これは行幸。しかし、攻撃は当たる。からの念力。もう一回いいかな。さあ、ラストで自分で攻撃してくださいって言おうとしたら、その前自分でやられてくれましたね。じゃあここはもうあとはしんちゃんに任せましょうか。リザードになってんだっけな、確か人影はもう確かリザードになってたはずですね。しかもラッタまだ16か。これはさすがに楽でしょう。さあダブルニードルはほんと強くなりましたね。ユンゲラいいね。ユンゲラだったらもうそのまんま。おっと、なんだ、これユンキラじゃなくてフーディンじゃないですか、君。なんか、姿がちょっと違いますよ。ポケモン詐欺ですか。何ですかね、これは。ポケモン詐欺ってやつですか。さあ、リザードが来ました。これはドラえもんかな。念力で攻めた方がいいだろうし。相手は20レベル。レベルだけだったら楽に勝ってますが、どうでしょうか。相性の悪い炎タイプですからね、なんせね。あんまりダメージ与えれてないね。しかもこっちは火の粉を食らう側、17食らいましたね。おっと、コントローラーが当たった。さてと、残り半分ぐらいになって、危ない。ここはしんちゃんと入れ替える。どうし、なんだろうね。しんちゃんが、火の粉どんくらい食らうか、結構食らいますね。よっしゃー、ダブルニードで、あつ森お、そう、2回やればなんとかなりそうだ。あー大丈夫かな。これさえ急所に当たんなければって思ったけど大丈夫ですね。ちゃんと2回当たれば意外と食らうね。よし、経験値与えれたところで、ふん、とにかくポケモンはそこそこ育ててようだな。いやぎりの名人が船に乗ってるって言うからよ。会ってみたらこれがただの船酔い味。でもこの技がまた使えるんだよな。お前待って、会ってみるといいぜ。じゃあ、あばよ。あばよ。トゥルルルルって。
テレレレ。あれ、BGM 終わっちゃったよ。おい、せっかくいい流れだったのにな。さあ、てここにいますな、船長さん、船酔いですね。うわーうわー、船酔いにそかりだうんだ、苦しい。うわーうわスリ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 ー。ふう、ありがとう、だいぶ楽になったみたいだ。なに、で、なんだ、秘伝技を見に来たのか。元気な時なら自慢のヤギを見せるんだがな。そうだ、代わりにこれをあげよう。これを君のポケモンと知ればいつでもヤギリが見れる。よし、ヤギリゲットですね。ボックスに預けた、のび太にでも覚えさせましょうか。多分覚えれるはずなんでね。残りのトレーナーはもう裏で戦うとしましょうかね。あと一人だけちょっと余興で戦って終わりにしましょう。どうでしょうか、あなたたち。あれ、あなたたちトレーナーちゃうの。まっさらな顔してたよ。もうな、直してあげたよ。ここ、おっと、どっちトレーナー。こっち、短パン小僧。また遊びに行きたいな。君たちはトレーナーじゃないのか。てかトレーナー言うほど実は多くなかったパターンだったりしなかったですね。ありがとうございます。珍しいポケモン、強いポケモン、どっちに価値を感じる。あなたはどっち、どっちの料理ショーみたいな状態ですね。でも珍しいポケモンもいいなとは思うかな。あー、しまった、ドラえもんの HP、 ちょっと待った、ちんちゃんとドラえもんの HP がやばいことになってますよ使いたくねえって言っておきながらこれである。しょうがないあー、しまってた。ドラえもん平気な顔している。どうしてだ。これって確か吠えるってレベル差とかってあったんだっけ。まあいいや。あー、これは薬を使わずでなくなるか。先にライバルを倒しちゃったのが運の尽きだったのかもしれないな。まあいいや、それはもういいでしょう。どうせ勝てる勝てる。はい、オッケー。てか吠えるしかやってこないんだな意外と。ポニータ、ポニータ、ポニータ。お胸プリプリ、溶けっちょ溶けっちょ、サボテンピクピク、クラッチェクラッチェ、遊ぼう。てててててんと、はい、オッケー。さらにドラえもんがレベルアップですね。ドラえもん今回大活躍。これはクチバジムのマチスも楽しみですね。もう一人だけ戦うか。トゥルルルルン、トゥントゥントゥントゥルルル、トゥク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 もう完全に余興って感じですけど、お気になさらずあー、結構崩れますね。あー、それだったらもう次しんちゃん出してもいいな。出しちゃい出しちゃい。ドラえもん20。あー、そうそう、危ねえ危ねえピカチュウはちょっと危ないからしんちゃんの方にしておきましょう。これだったらね、効果抜群、食らわないっていうか普通に一撃やん。強くなったな、本当に本当強くなったまだまだダブルニードルでもいけますね。いやー、助かりますわ本当に。さてどう、じゃあ残りはね、もう裏で戦って次マチスと戦うとしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。また会おう。